それでは今回は屋根を描いていこうと思います。まあ、屋根のサイズは構造用合板10枚分で計算してますので、だいたいこういう感じになるんだけども、ちょっと実際にどういうふうになるかやってみましょうかね。これをコピーして、それで、こちらの先ほど描いた、まあ、壁パネルのところに貼り付けましょう。貼り付けで。こんな感じですね。ほんで、そうね。ちょっと一回邪魔だから、これ、全部、消しましょう。文字を全部消して。ちょっと重ねてみようと思います。どういう感じになるかね。シミュレーション。で、これをこの正面パネルにちょっと重ねてみようと思います。はい。重ねました。ここまでは支えがあるからいいんだけど、この先だよね。この先の支えがないから、この先っぽの支えを書き込みましょう。はい、こんな感じですね。これで、正面パネルと背面パネルのこの屋根の乗っかる分のその出代を今出しました。ね、ちゃんとこれが乗っても支えられるようになります。それじゃあ屋根のたるきを書いていこうかな。中心線があるから、まあ、これをじゃあまた割り振っていこう。たるきもね、455ピッチでいいと思うんだよね。はい、こんな感じで。あとは、2線を選んで、それでまたこう、たるきを、32x4 の幅でたるきを書いていけばいいですね。2線に押して、で、あとは横のたるきも、横のたるきは伏線で書きましょうか。伏線で。で、あとは、いらない部分を消去。で、間接消しで、削ぎ落としていきます。こんな感じですね。ちょっと分かりにくいから、構造用合板の線も消していきましょうか。できましたね。じゃあこの屋根に実際どういうふうに小屋が収まるのかを、まあ、ちょっとシミュレーションしてみましょうかね。まずは中心線を引きましょう。こう、縦と横に中心線を引いて、あ、横はこれで縦はこの線でいいのか。そしたら、小屋のサイズの四角を書きましょう。小屋の色はじゃあ紫点々にしようかな。で、3640×2730が、小屋のサイズなんで、ここにそういうふうに入力して、で、ここに、こんな感じですね。この紫色の点々が小屋。で、その上にこのように屋根が乗りますよと。まあ、こんな感じだね。それじゃあ寸法を入力していこう。横の寸法が4550、縦の寸法が3640なんだけどさ。そうだね。この場合、あれだよね。問題としては、この4550のこの長さの、この支えの木。これが、
ホームセンターに売ってるのかという問題があるんだけども、これはね、じゃあまあ売ってたらよしとして、売ってなかったら、まあ、こっから半分、こっから半分っていう感じで、こう2つの木を合わせて使うとか、はい、まあこういう感じだったらどうだろうかな。うん、こう2275の木を、2つ使えば、まあ、ちょうどこの4550になるんだよ。これだったらどうだろうか。こっから右側、こっから左側と。まあだけどさ、ちょっとさっきね、あの 2x4 材を実際に見てみたんだけども、ここの出幅が450があるんだけどもさ、細いよね。細いからちょっと不安になってきたんだよ。これ455、この細さで支えられるのかと。だから、まあ、もう一本こう追加した方がいいんじゃないかなと。うん、ちょっと追加してみよう。まあこんな感じでこう 2x4 材2枚重ねれば、まあ、ここで 455mm の出幅でも大丈夫なんじゃないですかね。まあ、同様にこっちの今正面パネルをやったから、この背面パネルも同様にこうやりましょうか。これだったら多分大丈夫じゃないですかね。まあここの問題を解決したよね。とりあえず2275の木を2つ使えば、まあ、この長さを出せるんじゃないかと。でこっちのさ3640、こっちの方の木は、まあ、ホームセンターに普通に売ってるから大丈夫だと思うんだよ。この長さは確保できると思うんだけど、ただここにさ、なんかもやみたいなの入れなくて大丈夫なのかという問題があるよね。支えてるのはこっちの正面パネルとこっちの背面パネルの2箇所しかないんだよ。でもう一個ここら辺にさ、こう支えの木があってもいいんじゃないか。もや的なやつが。まあだけどももう、ここに1本木を入れるってなると、また結構めんどくさいことになるから、まあ、強度が心配な人はこの 2x4 じゃなくて 2x6 のまあ、たるきにすればいいんじゃないかなと。まあ、そうすれば 2x4 材のたるきよりは強度が出るからいいんじゃないですかね。あんまりこうここに1本もやを入れるってなるとね、いろいろとめんどくさいからな。まあそういうことにしましょうか。はい、じゃあ屋根はこれで完成だね。